皆さんこんにちは、こんばんは。心のリンゴゲームズベイ君です。つむつむ実況やっていきます。よろしくお願いいたします。さあ今日はねイベントに初見で挑んでみようと思います。よろしくお願いします。でね、前回の動画から連続で撮ってるので前回の動画へのコメントにねちょっと反応できないんですけどもご了承ください。というわけで、遊び方ね一応見てみましょう。ルミエールのおもてなし。ルミエールが確かちょっと調べたんですけど、おらんね。でもなんかろうそくのキャラクターがルミエールという名前みたいです。カードクリアでポット夫人積む、そしてイベントクリアでシルバーピンズがもらえるよ。で、銀のクロッシュのミッションをクリアしよう。クリアするとクラッシュが開くよ。豪華なフランス料理で乾杯だ。乾杯したいね。で、これをやりたいんですよ、今日。金のクロッシュは連続ミッションだよ。次々と出されるミッションをクリアしよう。だから、まあ、これが出たら嬉しいんで、ここまではなんとかいこうなんかなと思っております。連続ミッションをクリアするとコインがもらえるよ。で、今月の新積むだけキャラクターボーナスミッションクリアしやすくなるよ。で、これ、スキルレベルを上げるとさらにキャラクターボーナスアップ。ついに来ました。どんどん引いてくれと、おっしゃっております。で、激ムゾまでカードに、6枚クリアするとチャレンジできるようになるみたいです。で、これもとうとう来ましたね。ミッションアシスト機能。まあ、ルビーでミッションを簡単にできるということで、まあ、課金をしたらミッションが簡単になると。ついに来ました。で、これタイムボムをワンプレイで5個消そうって、さすがに確かに難しいので、まあ、課金したら、簡単になるんなら、それはそれでまあありな気がします。まあ僕はなるべく、ルビーはね、使わずに行きたいと思ってますので、頑張ろうと思います。というわけで、チャレンジしてみましょう。トン。クロッシュね、これ。クロッシュってなんやねんって話だけど、スキルをワンプレイで2回使おう。めっちゃ簡単やん。よし。じゃあこれ、早速ちょっとやってみましょうか。トン。まあこのツムもね、使って皆さんにどんな感じのツムかもお見せしたいので、この子、ちょっと使っていきましょう。ロマンスベルでございます。トゥルルでね、やっぱり最初はめっちゃ簡単やけど、絶対後半難しくなってくるよね。どんなんが待ってんのか、非常に大変。てか、さっきのタイムボムが5個消せっていうミッションが見えた時点で結構へこむよね。ほとんどの人へこむ気がするけども、はい、これでいきましょう。これでとりあえずクリアですね。これね、消せるか消せないか、繋がるかが実はよくわからないんだが、実は繋がるってやつ。でね、このロマンスベルは結構必要積む数が少なくて、なんか連続でスキルを使っていけるみたいな感じの積むみたいだし、ただ、なんかやっぱあんまり強くないみたいですね。ちょっと、情報で得ただけなんであれなんですけど、そこまで強くないという話が出ておりましたが、どうなんでしょうか。このね、僕、いっぱい消す系のツムっていうか、これ変化か。変化するの結構僕好きなんですけどね。アラジンで1000万点とか出せたりね。記念の後、何やったっけ、モフモフ系女子。モフモフ系女子もすげえ好きなの。あれ何やったっけ。モフモフ系女子の名前忘れたわ。シンバの幼馴染のモフモフ系女子。あの子がね、すげえなんか好きで、よく使って、コインも稼げるからね、あの子は。結構好きなんやけども、ベルちゃんは、なんかあんまり評判良くないみたいな、そんな噂が立っておりますが、そんなことない。ベルはめちゃめちゃ強いよっていうのがあればぜひね、教えてほしい。よろしくお願いします。さあ、図書館で、この辺のなれそめの話もね、多分コメントで教えてくれそうな、くれてそうな気がするけど、まだちょっと反応できないの申し訳ないといったところですけども、多分ね、図書館で出会いがあったんでしょう。図書館に行ってるような話でもあったような気もせんでもないような、全くなかったような気がするけども、キャラクターボーナスが1ついてクリアでございます。来た！クロッシュ開けたその先には、ね、これ。レーズンパンかな？まだでもちょっとこの、乾杯には至らんような、そういう飯が出てきたって感じ？コインをワンプレイで120枚稼ぐ。オッケー。ちょっとこれやってみましょうか。で、今度は、もう当然ですよ。これですよ。ロマンス11を使って、ちょっと120円稼いでみようと思います。今回の野獣もちょっとね、あ、こっちは見てないですよ。ちょっとベルの使い方がいまいちわからんかったから、ベルはちょっと調べちゃったんですけど、この子の評価はどうなんでしょうね。結構僕は強いと思ってるんですけど、コインは稼げそうにないけど、まあ、結構稼ぐは稼ぐけど、本家に比べればそんなに稼ぐ感じで、おー、でも稼いだね。もう120円稼ぎやったぞ。
さすがワンワンを。お金に関してはここほれワンワンみたいな感じで、お金のありかがどん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 示してってくれてるんでは、なかろうかではないでしょうか。どんどん消していく。このバラの話も結構、はい、ここね、残ってるやつもしっかりと消して、あ、ちょっとぐらい残ってるやつは、残しといた方がよかったんかもしれんね。あ、これでもフィーバー入ってすぐに攻撃したら高得点も狙えるという、なかなか、うん、いいスキルな気がしてきましたよ。で、これポンして、ポンして、ここでもう一回使って、キラキラーンって言ってからの、ここでポンですよ。ポンって、おー、入るやん。いいよ。あ、ちょ、待って。まあ、やばかった。すっかりと待って。こうして、こうして、タイムボム消して、で、これ使っていきましょう。いい感じやぞ。コインは今、770。OK。まあまあ、稼いでるね。で、これすぐフィーバー入って、で、すぐスキル使って、楽しいよ。楽しい感じになってきてますよ。おい。そう、ほんで今回ね、スキルのレベル上がったら、っていうのをほんとついにやってきましたよね。いやー、どんどんガチャ引いてくださいね、皆さん。ははっみたいな、そんな声が、皆さん聞こえたと思いますが。いやー、でも、レベル上げるの大変やからね、このゲーム。スキルチケットとかを使えばなんとかなるけど、まあでも、他のキャラでもいけるような感じの難易度にしてくれてたら、いいんだが。あ、でも、そっか、ルビー使ったら、簡単にできるんやから、もう本気でクリアした人はガチャ引くよりかは、ルビー使ってやるか。そうやね。この辺の、あ、じゃあこれこうして、ほんま、こうして。で、ポンポン、これフィーバー、フィーバー、フィーバー、オッケーオッケー。フィーバー。必死もしフィーバー入ってからの、よいしょして消して、さあ、どんどん稼いでくよ。まだ稼ぐよ。お、結構いい感じやん。1500円。レベル1でこんだけ稼ぎは上出来ではなかろうが、氷って消すのこれ。どうやったっけ氷。心を閉ざしてしまったか。凍らしたまま終了してしまいました。このままでは、ベルとの恋愛発展はないかもしれないが、お、結構なキャラクターボーナスもらってからの、さあ、クロッシュ。これまだあれやな。ね、なんとかタイザー。アペタイザーやったっけ。なんかあれやね、ディズニー行ったらそういう用語出てこんかったっけ、なんとかタイザーみたいな。そういうの出て、あ、クロッシュ、これちゃう金。違う。これは90万点を稼ごうか。待って。金のクロッシュ来んのかな、ちょっとわからへんけど、とりあえず適当に続けてって、来たところで、うん、また動画にしようかなと思います。ちょっと何回かこのままやってみます。さあ、無事クリアしてからの、これの中身が気になるよ。これ中身何？おお、これはエビのサラダじゃないですか。俺ね、エビとね、アボカドのサラダってよく、あるじゃないですかって言ったらおかしいけど、要はあるんですけど、あの、ジョナサンとかでね、エビとアボカドの、なんか、ジョナサンドレッシングサラダみたいなのがあって、あれめちゃめちゃ美味しくて、あれだけ食ってもね、生きていけるみたいな、そういうレベルで美味しいんですけど、やったぜ。でもまだ、前菜とか、野菜系なんやね。これまだ金のクロッシュ、あ、じゃあ、この後来てほしいかな。どうなんやろ。とりあえず、ハートが足りないかもしれないんですけど、頑張って、金のクロッシュのとこまでたどり着いてみたいと思います。さあ、無事、三つ目クリアしたんやけども、うまそう。これチーズともう一個はローストビーフかな。なんか肉系挟んでるね。これはかなりうまそうな飯を見て。さあ次で、来たんちゃうこれ。ミッションをワンプレイで、なんかこれ多分そうや。これ金のクロッシュや。よかったー、これ。動画にできへんかも思ってたからドキドキしてたんですけど、ミッションワンプレイでクリアしよう。これ、やりたい。というわけで、キャラクターはね、俺これもう決めてたんですよ、先に。ちょっとあの、美女と野獣関係ないつもりになってまうけど、このね、連続系ミッションにね、対応すんのが、あ、今いたわ。得意だと私思ってるんが、これですね、ラプンツェル。タイムボム来てもタイムボムのね、調整できるし、ロングチェーンもできるし、いっぱい消すこともできて、コインも稼げる。ラプンツェル。この子使っていきます。よろしくお願いします。コインも稼ぐから、曲変わったりすんのかな？チャンチャンチャンチャチャンみたいなやつ。あと何回？コンボ4回。普通の曲やったほんで。コンボやって、7個やね。でも7個やったらいけんじゃん。コイン15円稼ぐのが OK やから、15円稼ぐには、おお、もう普通に稼いだわ。15個消せばいい。お、楽勝楽勝。まあ言うても最終やからね、まだ。結構楽勝やと思うんですけど、あ、でもやっぱ楽しいわ、この連続でするやつ。これ毎つも消すやから、とりあえず適当に、こうやって消してって、よいしょ。あ、ちなみにこのラプンツェルのスキルは、
今僕のレベルやと28まで、あ、クリアしてもうたかもしれん。28まで自由に粒をつなげることができるっていうスキルですね。このスキルかなり好きです。そしてもう終わってもうた。7個クリアしとったわ。そう、28分で、もう一回多分レベル上がるんですけど、そしたら30かな？最大で30まで自由につなげることができるようになるという、かなり強いスキルで私結構気に入っております。で、この時ね、コンボ切れないんですよ。これもまた強くて、いいよね。ほい、ほい、ほい、ほい。いや、後半はじゃあ、一気にミッションを、あれかな、10何個ぐらいやれみたいな。ちょっと難しいな、それ。難しいよね。そういう時のこそのあのルビーを使って簡単にするみたいなやつかな。まあでもあれはあれでいいよね。今までやったらね、絶対にクリアできない人とかもいたからね、絶対欲しいのにっていう人いたと思うけど、よし、オッケー。で、こうして、ほい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 。まあ野獣よりはね、もちろん稼げないんですけど、コインもね、相当この子稼ぐんで、かなり好きでございます。ビッグツムとかも出てきたら、ビッグツムつないで、プラス4ぐらいになるんでね。ビッグツムの分も合わせて。かなり、好きなツムでございます。というわけで、これでクリアで何が出てくる？メシ。メシやね、俺が気になってんの。メシ！メシ！あれ？あれ？金言うてるぐらいからなんかもう肉。肉肉し漫画肉みたいな、ギヤーって野獣が食うような。そういうの食うんじゃないのかな、これ。あの肉食ってみたいんですよ、人生で一回ね。いや、漫画肉ってやつか。骨のマグや。全然わからんけど。これ何これ。マカロン系な食い物。そしてトマトがリアル。ファーってなって。ファーってなって。で、こんな感じでまた、繋がっていくんか。で、8、9、10、11、多分12がまた、なんかなんかな。わからんけど。よかった、でも。これね、また結構ね、イベントのね、動画って、ボツになってること多くて、例えば、なんかボスと戦うやつがボスと戦えずにハートなくなっちゃうとかあったんですけども、今回はなんとか、見せ場を作れたんで動画にしようと思います。っていうか動画になってると思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。またね、今回紹介だったんですけども、後半になったら、まあみんなとおしゃべりしながらね、生放送で、イベントの攻略なんかもできたらいいと思ってますので、その時ぜひ、お楽しみに。楽しんでいただけたらぜひ高評価よろしくお願いします。めちゃめちゃ励みになります。高評価よろしくお願いします。そしてね、通知がいくんでチャンネル登録やツイッターのフォローなどよろしくお願いいたします。それでは次回お楽しみに。心リンクゲームズベイ君と、そして実は陰で応援していてくれてたスヌ様でございました。次回をお楽しみに。バイバーイ。ババ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 バ